Halo teman-teman, balik lagi ke channel Collection Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Rise of New Champion. Kali ini kita lawan Argentina teman-teman di quarter final. Ya, ada challenge juga. Cuma satu ya. Triggernya kita harus match up sama Diaz saat Matsuyama pegang bola di waktu di tambahan waktu ya, extra time. Bukan extra time, injury time mungkin ya. Ya, kita coba teman-teman Argentina. Ya jujur gua yang ini belum pernah nemu momen ya, tapi enggak apa-apa kita coba. Roberto, osasiburi desu. Barbas kantoku. Sugoi. Ma, shikashi. よし、今日からだが、それは、では、今日の相手、彼が他の妻、トーク、タド、実は、はい、君が中盤、この試合、はい、美咲、はい、俺はこの今日の俺の、みんな、相手の日だが、よせ、こちらのトーナメントだから、はい。 Oke, kalau di cerita asli itu kalau nggak salah kalah 3-0 apa 4-0 dulu ya teman-teman ya. Aku juga lupa. Oke, yang atas. Oke, kita tukar dulu Matsu. Oke. お聞きください、この大事。シーベルトがこのスタンドの動かに試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜ、チーバー。さあ、ゴール前で立ち塞がれ、すべて吹き飛ばす。ハルトン君、このスライダーに乗っている。先制のゴールを決めました。 横にかわしてトップ。ディアス君、センターの。お前なんかねえじゃないぜ。いいシュートだ。いいショット。このシュートに。やったぜ、ディアス。見たか。俺たちアルゼンチンゴールデンコンビの力。やったぜ、パス。オッケー、 kalau gitu gua balas. よし、キューガ君、センターライン、連続突破できます。ここから一気に攻め込みたいところ。これが俺のネオタイガーショットだ。このシュートに反応する。キーパー反応するも、キーパー俺は絶対に負けん。よそを振り抜けた。 激しいタック。パス、これは通す。中華さん、任せろ。よっしゃ、ストラップ。抜かせ。おお、ファンチョイ。
Gila Nita sih ngacir banget ya. Ya tapi sayang Nita shootnya lemah teman-teman. Meskipun speednya yang tinggi. アルゼンチンゴール前から同点化していくか。パスカル君、これが10番の相棒なのか。アルゼンチン、横にかわして突破。アルゼンチン、このスライディングのクリア。アルゼンチン、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 アル
ールダッシュ成功。ヒューガさん、ジャックサイドにボールを振る。ここだ、ユーカジェイセス君、そうはいくか。こうだ、松山君、これはもうそれ横をすり抜けた。これが本物だ。ボールダッシュ成功。攻撃パスは通らない。チャンスもらった。Aduh, gila. Taminanya langsung habis. ここは抜かせません。それもらったぞ。ここからチャンスを作れるか。これは何メッキのドリブルだ。これを見ろ。コンチンのシュート。ここだ。横っ飛びで鋭く反応。あっと、必死にゴールを守った。タケシワンタッチで送る。チャンスが決まった。いいな、kencang banget dia boy。俺が世界一、俺が天才ファンティアスだ。ほら、やった。しまった。ニッタ君、いけ。ドリブルで抜ける。この距離からシュートが炸裂。ya kalau teman-teman pakai full power terus kejebolan itu full powernya bakal hilang. ロングパスを受けます。いけ。ニッタ君、激しいタックル。ヒューガ君、センターを越えて攻め込む。スライディングで止めた。そうやった。あらわしのようなドリブル。キープ力だな。よし、しまった。あらわしのようなドリブル。息の合った連続が見れるのか。俺たちも行こう。ミサキ君、スペースにパスを出す。翼君、kayaknya udah boleh nih kasih Matsu。パントキック、どこまで運べるか。そんなものか。10番、時計は30分過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。そうなんだ。それ、あらわしのようなドリブル。チャージが決まった。あの、確かに激しい。マツマツパスを出します。あの、なりやつは、ああ、さあ、どうすか。負けた。がだーぱってディア。Kayaknya harus yang kedua ya teman-teman ya. Zenghan wa yoku ya kou. Hai. Tsubatsu, tsub, ba, mitsu. Tsuki, an, tsutsu. Oke, Tsubasa-nya nanti bakal Neo Drive Shoot. Nani wa ya, omata. Kita tinggal kasih Tsubasa aja nanti. Oh, iya. Dan koti. ハーフタイムを終え、日本、そしてその息、日本、もしかしせ、お、俺の後半も勝負だ。ディアス、久々に楽しくなりそうだぜ。よし、行け。横にかわして突破。はっ、スライディング、スライディングで決まったぞ。しまった。もらったぞ。あの、これでボールダッシュ成功。うわっ、決まった。それ、
ここはパスを出した。スライディングできた。アドが かな。なるほど。タックルも決めた。アド。もらったぞ。横にかわして突破。無駄だよ。それ。パスを出します。ニカ。パスを回す。オッケー。ネオドライブシュート。世界でけれど行くぞアルゼンチン。ya memang kerenan miracle drive shoot ya teman-teman ya. いました。やったね。いや、俺はけ、だから。あ、やったに走るダンプカーだ。なんと破壊力だ。それはまさに走るダンプカーだ。抜かせる。ここで死ぬか。素早く横にかわす。それディアス君、無駄だい。ジドー君、ここは抜かせません。よし、はっ、よしという破壊力だ。ドリブルでボールを運ぶ。まさに走るダンプカーだ。よしという破壊力だ。連続まで見せます。これは凄まじくパワフルなヒットブレイクシュート。ここでからシュートを受け止めた。ガルトーニ君、ゴールを放つ。ランハントキックで大きく蹴り出した。このパスをパス抜かせるか。スライディングでカット。それまさに走るダンプカーだ。なんという破壊力だ。全日本、この全力のプレーでそこを掴み取りに来た。もらったがして振り切った。これであとドリブルを見送る。やった。ここは抜かせません。lu makan nih. Gila, back bisa jebolin boy. Eh, belum jebol. Oke kalau gitu. なんという破壊力だ。全日本、構成が続きます。ブレイクシュート。このシュートを勝利。キーパー腕突き刺さった。勝利はいただく。もらったぞ。それ、それ。それ。ここはパスを出した。ここは抜かせません。ボールは友達。それ。渡しません。それだ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。もらったぞ。得意のヒールドショットで見えた。すごいスライディング。アルゼンチン、キャプテンのその手のプレーを見せつけるのか。それ松山くん、激しいタックル。それ行け。翼くん、これは南米式のドリブルだ。行くぞ。これは友達、渡しません。勝負の西を描け。ワールドシュートか。これよ、全力のシュートだ。bisa ketangkep. Panto kick で大きく蹴り出した。シュガー。素早く繋ぎます。見たか。それ。どけ。ダメだ。レオタイガーカット。それ。マソ。大きくパス、パスを受けた。どうだ。決まった。見た。逆サイドにボールを振る。あーと、この位置でパスカット。それボールを奪った。まずは走るバッカーだ。いけね。激しいタックル。ブラウン、ソル、ソル、ここだ。止められない。そうはいくかよ。すいません。パスを回す。ディアス君、ここで奪った。やらせるか。松山君、それ、そうはいくか。勇ましい突破だ。それもらった。ここは抜かせません。ここで止めた。それ
それ右下に走るダンプカーだ。それそれ破壊力だ。それ右へパスを送る。素早くつなぎます。待つ待つ。それここで奪った。アロスインシュートだ。松山くん横っとこい。やったぜディアス。そこはそこほら行けろ。全日本ここはもらったぜ。よし掴み取りに来た。それもらった。よそらキープ力なら。松山くんもらったぜ。Gak tahu gue jujur, sumpah. Story challenge saya bingung gue. Apa ngebug apa gimana gue juga gak tahu teman-teman. Gue udah coba berapa kali ya. Memang gak bisa ya, gue juga bingung. Mungkin emang gue yang salah apa gimana gue juga gak tahu. Atau gak mungkin teman-teman yang udah pernah coba. Ya mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar nanti caranya seperti apa. Oke, jadi kalau jadi back itu pasti skill shootnya cuma shoot normal ya. Kecuali modelnya tuh dribble terus ya, dribble shoot terus, terus offense sama powernya dinaikin. Mungkin itu buat kelarin misi super shoot itu mungkin lebih gampang ya teman-teman ya. Cuma biasanya kan kalau back kan itu defense sama power. Speed sama teknik itu opsi. Oke, Argentina nggak apa ya, nggak panjang sih sebenarnya momennya ya. Vittorino. Sono bicore. Nani? こっちだ。あと。Tipe-tipe dribble juga nih John ini ya. Memang back tapi ngacir ya kayaknya. フランスのディフェンスをそのビッグ今度好きにする。あ。バピエール。ジャン君、すかさずピッ、おわ、これはピッ、いく、で、スライダーシュート、キッ、シュート、スーパーなピエール、itu keren banget ya buat gua ya teman-teman ya、keren banget。あのシュート。Animasinya sama kayak suaranya soundnya itu keren banget ya. Efek-efeknya juga gila. Mungkin kalau gua striker tuh salah satu inceran gua tuh Pierre, memang skill shootnya Pierre sama skill shootnya Diaz. Kalau paling jahat deh, paling kuat deh kalau menurut gua sih skill shootnya ya, super shootnya si siapa namanya, si Schneider ya. Robert Katz Jitz Robert 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 Brazil versus Italy. さあ、開。ヘルナ。カルロス。あれ、や。レオや。PP belum ada ya, teman-teman ya, belum ada PP。出た！ここでルチア。Izinho, kenapa dia nggak Salinas ya? Oh, Salinas
baru muncul di Rising Sun ya kayaknya. Alberto. Hernandez. Oke. Kasihan ya Zeno ya. いかに。みんなからといった。ここ守り、そう一方これ。アンツコツバスカル、やっぱり僕妻好きよ。ドラ。ジャーマン、 アメリカ。 Jerman kalah. Wakabayashi, suma. Amerika menang lawan Jerman. Gila gokil ya. Tapi kayaknya sih, kalau asli sih kayaknya ngimpi ya teman-teman ya. Gila emang. Ryan Ortiz. はい! Rank up even. ちょっと、それ。はあ。頼む。はあ、そう。ん、ちょ。ありがとう。 Defense King. ねえね。 Yeizinho Alberto ya. Tayang nih Brazilnya masih dikit teman-teman. Mungkin kan ada DLC pass ya. Mungkin itu nanti ada DLC itu kayaknya buat dijual itu. Itu kayaknya nanti bakal ada Naturezza teman-teman. Cuman nggak deket-deket ini ya. Mungkin akhir tahun mungkin ya. Baru nongol nanti. Oke, gue dapat spinning block. Robson di sini dibilang kuat banget enggak? Lumayan teman-teman. Karena dia sendirian yang kuat di Inggris ya. Oke, segini aja video teman-teman kali ini ya. Kita lanjut lagi video berikutnya, semifinal Prancis versus Jepang. Sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya.